ここは富士里駒ヶ岳の頂上からですけども、360度の展望というわけにはいきませんけども、これここに2つポコッと見えるのが2つ森だと思います。その後ろに白神岳が見えるはずなんですけど、今日は見えません、残念ながら。でちょっとこう北の方に行きますと、これが岩木山です。それからずっとこう降ってきますと、北東の方向にこの雲のかかっているところがありますけども、これが八甲田山連峰の山々です。それとこのこれが白神山地域のブナ林の核心地域です。すごいですね。それでちょっとこれが田代岳の方向になると思います。ここでちょっと木の枝葉が邪魔して展望が効きませんけども、こちらに来まして、南東側の眺望がまるっきり効きませんけども、これが南側の方向になります。南側というか南東側の方向になります。八幡平方面がこっちになると思いますけども、こうしてこれが秋田駒ヶ岳の方面になると思います。でこのちょっと真南になりますけども、これが鳥海山ですね。鳥海山がきれいに見えています。それからこれが能代の平野になります。ちょっと木の陰に隠れてあれですけども、火力発電所が見えます。その奥に、小賀新山が見えると思う。木々の間から小賀新山が見えると思います。でこちらが今度西側になりまして日本海になります。それでまた眺望が効かなくなりまして、これが西側の方になります。それでまた今登ってきた登山道ですけども、これが小岳になると思います。この手前の山がですね、でこれはまた元に戻って岩木山です。